シュートボクシング、ギャビガルシア VS 藪下めぐみ。二人の体格差、約30キロの体重差があります。画面向かって左が藪下めぐみ、そして右がギャビガルシア、二人がいよいよリング上で向かいます。ヘビー級契約3分3ラウンド、怪物退治に乗り出しました藪下。かつて今から17年前スベトラーナ・グンダレンコに勝ったことがあります。あの時は体重差94キロでありました。上を見上げます藪下。全日本実業柔道個人選手権は優勝、そしてシュートボクシングは3度目の経験ということになります。ラウンド1、さあ試合が始まりました。戦う場所、相手は選ばないプロレスラー藪下めぐみ、組んでいく、うわー蹴り、大江さん、やはりすごい体格差ですね。いやでも体格差があるんですか。蹴り掴んだ、はい、タックルか、ね、そう、 MMA ですからね、あのシングルでタックル取ったところでギャビがこう、ね、顔面に来てしまいましたね、はい、おー、あーミドル、チアダーミドルキック飛んだ、あーハイキック砲台に滑る、蹴りを返した、おーおー、タンレフリーが相手に入ります。藪下は昼間ですね、そうですね、コーナーに詰められました、ヒヤッとしました。体格差、大江さん、これだけの体差あると相当これパンチの威力あるわけですよね。もちろんそうですけど、あのギャビの場合はスピードがあるんですよね、あれこれだけ大きいとさすがにあのパンチも蹴りもスローになるはずなんですが、危ない、ダウンを取りました。タイムストップ、一旦タイムストップですが、倒れたところに攻撃を加えないようにということですね。今山下がしゃがみ込んだところに攻撃したというので注意が与えられました。しかし先ほどはダウンを取られました藪下です。ローキックも放ちました。さあジャブをついてます。もともとは充実家ですからギャビは、ああグラウンド状態の藪下にキック、これはいけないですね、これは危ない、サッカーボール来た、なんということでしょうか、これは危険です、これは大丈夫かな、倒れ込んだ状態でサッカーボールキック、ああ顔が腫れたかね、どうでしょうか、肩を痛めた、肩ですか、ドクターがリング上に入ってきます。大江さん、はい、ちょっとギャビもシュートのルールを完全に把握してませんかね、パグマーズの本能ですよ ね、いや把握はしてると思いますけれども、ただ戦う本能ですよね、流れでね打ってしまうんでしょうね。一旦タイムストップ、そしてギャビに対してレッドカードが与えられます。いや大江さん、これちょっと藪下の状態がまず心配ですね。そうですね、顔面というか、肩を押さえてますよね。グラウンド状態のキック、まあ、ギャビはこれ流れ中だというアピールをしてるんでしょうか。リングドクターが今リングに入ってきて藪下の様子を確認しておりますが、肩外れたか、あ、レフリーが止めますか、止めました。ゴングが鳴らされまして試合は終了しました。試合が終わりました。裁定についてはまだ分かりませんが、ギャビが駆け寄ります。藪下を抱きしめました。
まあ、これはお詫びしたいという気持ちもあるでしょう。まあ、打球です。打球ですか。もうあの腕をつりますからね。右の肩ですかね。そうですね。この戦う場所あるいは対戦相手を選ばないのが藪下です。三名組組んでいく。うわー、キリン大江さん、やはりすごい体格差ですね。いやー、その体格差があるんですか。じゃないですかね。こうあの突でタックル取ったところで、ギャビが拳をね顔面に打ってしまいました、ね。はい。ああミドル。ジアダミドル。飛んだ。さあハイキック。コーナーに詰める。蹴りを返した。一旦相手に入ります。いや下はひるまないですね。ねえ。コーナーに詰められました。いや突きだ。大江さん、はい、これだけの体重差あると相当これパンチの威力あるわけですよね。もちろんですけど、あのギャビの場合はスピードもあるんですね、はい、あれこれだけ大きいとさすがにあのパンチも蹴りもスローになるかもしれない。ダウンを取りました。サッカーボール来た。なんということでしょうか。これは危険。これは大丈夫かな。倒れ込んだ状態、サッカーボールキック。ああ、顔が腫れてますかね。どうでしょうか。